こんにちは、中川の菊の里のにぃです。今回は以前仕込みをしたお醤油の攪拌を行います。攪拌の時期ですが、寒い時期ですと2週間に1回ぐらい、暖かくなってくると1週間に1回ほど、そこからまんべんなく混ぜていくように攪拌を行います。このような感じで混ぜていただくと大丈夫です。ちょっととろっとした感じ。すごい匂いも、お醤油の匂い手についても、もう塩湯になってきとる。うん、もう石おいしい。まだちょっとしか経ってないけど、おいしい。少しずつ熟成が進み、1年後にはおいしいお醤油が出来上がると思います。楽しみです。手軽にチャレンジすることができますので、皆さんもぜひやってみてください。中川の菊の里では、美味しく健康をモットーにお米作りを行っています。これからも美味しく健康に役立つ情報をお伝えしてまいります。この動画が良かったなと思われる方はグッドボタン。これからも動画を見たいなと思ってくださる方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまたね。